刻は午後7時と相なった。宮坂殿、一旦ご苦労にござった。これよりはビートアラウンド834サテライトフラッシュじゃ。今月より毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊。本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と狂言語りの水蓮でござりまする。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産はあ。さあ、この度はリモートなる術を用いて生放送でお届けいたす。我ら帰ってまいったぞ。2021年9月から半年ぶりでござりまするな。皆様元気しとりましたかな。なあ、元気にしとったかな。いや、嬉しいわな、まあ、帰ってこれたということで、うん、もう我ら興奮してな。もう今からのこれ24時間ぶっ通しで話してもらうからね。なりません、なりません、半蔵様、あとが伝えておりまする。ああ、ほうか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 。おいでは、まあ、この時間内に収めるといたしての。そうですか。そうじゃんな。こたびのこれ初めて我らの声を聞いておる者がおるやもしれんでな。まずは我が隊の紹介をしてまいろう、水蓮。は、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知、武将観光をより一層盛り上げていくために徳川家康様をお支えした服部半蔵正成様を中心に忍者の精鋭たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊でござりまする、うん。まあ、日々の名古屋城にておもてなしじゃったりとか、土曜日には侍忍者ショーを行っております。ほうじゃな。この源泉にては電波線を用いて忍びの文化して愛知を盛り上げていきたい所存である。さてさて、この帰り咲きとなる初回の本日のメッセージテーマを発表いたす、水蓮。は、こたびのメッセージテーマはお主が好きな甘味はでござりまする。デザートですな。こちらのやぶみ、あ、メールですな。メールをメディアス FM の電子版ホームページのメッセージリクエストを送るっちゅうところを押していただきお送りくださりませ。またメディアス FM 殿の専用アプリからもメッセージをお送りいただけまする。アプリのダウンロードは、うん、メディアス FM のホームページからよろしくお願いいたしますの。皆様のメッセージお待ちしておりまする。さあ、我ら忍びは任務中にはのこう携帯食といたして兵糧丸のようなものを持っておったわけじゃ、うん。これ皆さん、最初はこの成分、主成分はの何であったか知っとるかな。はい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 。なんじゃ、水蓮、わかります。答えてみ。これ意外かもしれませんが、実は兵糧丸ちゅうものには氷砂糖がよーき入っておりまする。じゃあそうなのじゃわ。このやはりの活力の源といたしての糖分が必要だったのじゃな。で、何よりもう我ら極限の状況下で任務を全うする、まあ、やはりそのような任務じゃと恐怖や不安、疲労に打ち勝たねばならんのじゃ。でな、このストレスというのを減らす効果もこの実は砂糖にはあったのじゃ。さようですな。まあ、昔は薬っちゅう話もござりましたからの、糖分っていうのは、まあ、そういったもので糖分は必ず必須でござりました。ちなみに半蔵様はよみがえられてからどのような甘味がお好きですかな。もうわしはのあれじゃ、もう茶色の板じゃ。茶色の板、茶色の板、茶色の板、板、茶色の板、わかるか。茶色の板、あ、はい、なんぞや。チョコレート、正解。もうこれがもうわし好きで好きで常備しておる、屋敷に。ああ、ええですな。あの恋の関ヶ原でも用件送られるっちゅう品でございますの。いや、そうなんじゃ。もう今はもらえんがな。ああ、もらえんが。なあ、うん、お主なんじゃ、好きなもの。あ、私も、あの、あれですな。あの、うん、今の季節に用件売れたであろう、花見団子っちゅうのが好きでございます。ああ、ええー、わな。そうじゃな、岡崎城の近くにえらい大きい三色団子がござると。ござりますな、あれ名物でございますな。この時期になるとあの屋台で売られとるっちゅう話でございますな。いや、そうじゃよな、食いたいじゃろ、お主。いや、本に食うてみたいです、かぶりつきたいですな、あれ。そうじゃよな。いや、やはりのこの甘味はの A ということで、まあ、この皆にとっての評論眼とも言うべき、これだけはっちゅうな、お主が好きな甘味をぜひぜひ教えてほしいわけじゃ。うん、皆様からのメッセージどしどし送ってくださりませ、うん。あ、でも半蔵様、ここで一曲お伝えしてもよろしゅうございますか。参ろうではないか。ありがとうございまする。では水蓮が選んだこの一曲、夢を追いかける者を応援する歌、米倉千尋殿でウィル。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしておるビートアラウンド834サテライトフラッシュ。
この番組では皆々からのメッセージをお待ちしておる。本日のメッセージテーマはお主が好きな甘味デザートはでござる。さあこの度はどんなメッセージが送られておるかな。はいはい、ではご紹介させていただきまする、うん、まずは1枚目、お名前がゆかり殿ですな、うん、お言葉が私の好きな甘味は抹茶です、うん、抹茶アイス、抹茶パフェ、抹茶ぜんざいなど抹茶なら何でも大好きです、うん、とのことです。もう抹茶といえばスイレンじゃな。さようでございます。スイレンの生まれのお里名物は抹茶でござりまする。そうじゃな、現世で言うと西尾市でな。さようでございます。お有名なこの抹茶うまいわな。いやほんにマーチーとすると茶畑がえらい綺麗なこう緑がパーッとパーッとするのです。あ、目にええな、まずな緑ですからな目がようなるわな、まずは。いやー、本に西尾の抹茶は世界一でござりまするからな。そうじゃな、もうお主が誇ってもな、うん、ええわな、これはな。変ですぞ、スイレンが作ってるわけじゃないんだけどもな。あ、さようでございます。茶農家の皆様が頑張っておられまする。そうじゃな、ええな、抹茶な、ええわな。ありがとうございまする、うん、では続いてのおふみ参ります、うん、お名前が終わりのおひたし殿ですな。おお、服部半蔵忍者隊の皆様こんにちは。こんばんは。こんにちは。じゃあ、そしてお帰りなさーい。ああ、帰ってきたわなまた忍者隊アラームを19時2分前に発動させて逃すことなく聞きたいと思います、うん、おっと、今回は水曜日なのですね。気をつけなきゃ、うん、とにかく戻ってきてくれて嬉しいですとのことでございまする。ああ、もうだね、このものにとって我らの電波線が神なんじゃ。もうこれデザート。さようですな、我らが神でございますな。おお、こんな甘い気持ちで聞いてくれとるのか。いや、嬉しいわな。パンダ様言い切ったけれど我らが神ってよくわからないです。もう意味がわからんわな。もういや、帰り咲いて我ら嬉しいから。ありがとうございます。気分が高揚してるから。いや、ありがたいよな、このようにの。また知らせもつけて聞いてくれたら嬉しい。お願いいたしまする、うん。ありがとうござる。さあ、さてさて、お次のお名前、うん、黒猫トマト殿ですな。うん、半蔵様、忍者隊の皆様、こんばんは。こんばんは。じゃあ、電波線にお帰りなさいませ。ただいまでございまする。うん、お戻りを一日、お待ちしておりましたということです、うん、で、うん、これからまた半蔵様の鬼神っぷりが楽しめるんですね。毎週欠かさず拝聴させていただきます。誰が鬼神じゃ、誰が鬼神じゃ今週のお題、お主の好きな甘味は、うん、この季節やっぱり桜餅ですね。桜餅は関西風の道明寺と関東風の長明寺がありますが、うん、忍者隊の皆様はどちらがお好きでしょうか。私は断然道明寺というか、その昔初めて長明寺を見た時、これが桜餅とえらい驚いた記憶がありますとのことです。これのまだわし食したことござらぬわ。あ、誠ですか。長明寺の方ですか、道明寺の方ですか。いや、どちらもじゃな、おそらく。なんだろう。いや、そうじゃろ。いや、そうなんじゃ。 桜餅食ったことござらぬのですか。その桜餅はわし食ったことござるんじゃけど、その例えば種類がその道明寺長明寺というようなあの認識で食べておらんかった。わし桜餅で食べておった。うん、おそらくあのこの辺りで食うとるのは道明寺の方かと思います。あの桜の葉を包んだこう、うん、もちもちのお米のようなのが丸くて、あんこがこう包まれとるやつですな。あ、おじゃ道明寺じゃ、わし。そうですな、道明寺食うとります。で、ちなみに長明寺っていうのは、あの何でしょうの、平べったくした桃色のやつにあんこがこう、何だろう、巻かれとるあん巻きみたいな感じで、でその外から桜の葉っぱがこうくるりとされとるやつですな。それもうまそうじゃな。食べ比べしてみたいわな。気になりますな。スイレンも長明寺の方はいただいたことがございませんゆえ。あ、ほうが、じゃあわし同じだわな。さようですの。いや、気になるところですな、これは。ちょっとこれはの覚えておこう、長明寺のな。さようですな、今度ご用意いたしまする。あ、ありがとうさんじゃ。では続いてのおふみ参りまする、うん、お名前がサスケ殿ですな。私の好きな甘味はあんこを使った和菓子全般です、うん、ちなみに最近美味しすぎて感動してリピートしまくったコンビニスイーツがあります。セブンイレブンの安倍川餅です。
どら焼きの皮にきなこクリームとあんことお餅が挟まっています。もちもちしていて美味しいですよ。毎食後デザートで食べていたら見事に太りました、うん、頑張ってダイエットしますとのことです。あー、なこれうまそうじゃな、うん、この文章見ておるだけでもありそうじゃよな。まずな、うん、気になりますな。安倍川町本人ずっと食べてられる気分になりますからの。まあそうじゃよな。今でも現世の便利屋は甘味が揃っておるだよな。本当に、あっちこっちあっちこっち食いたいですの。のじゃあ下せぬのはこのもの体型が変わってまったというこれこれ。もう我が体の忍者体操10回毎日踊るべきよ。そうですな、うん、汗だくになりますな。運動です。汗だくになるわな、うん、いやいや忍者体操頑張ってくださいませ。はい、では続いてのおふみ参ります。うん、お名前が神無月もみじ殿というものですかの、うんうん、家康様、服部半蔵忍者隊の皆様、はじめましてこんばんは。こんばんは。こんばんは。今月から水曜日に皆様のお話が聞けるので楽しみにしていました。うん、私の大好きな甘味ですが、うん、抹茶味の甘味全般です。アイスクリームやクッキー、チョコレート菓子や饅頭など抹茶と書いてあると、うん、ついつい手が伸びてしまいます。うん、とある時期はお菓子売り場に抹茶味がずらりと並ぶのでどれを買うか悩んでしまいますとのことです。そうじゃよな。これ抹茶不思議じゃよな。茶としてこの飲むのがのこの普通っていうのはこの甘味となってこの茶が現れるっていうのはもうわしはもう不思議でたまらんわな。幅広いですからの方に。そうじゃよな。おいでうまいと言ったらまあこれさようですな。やはり抹茶人気ですな。人気じゃな。うん、うん、いやありがたい。抹茶人気ですぞ。人気、いやいや、お主が作っとるわけじゃないじゃん。抹茶え、あの大切なことなので二度申しました。そうじゃよな。急に誇らしい顔して言うからな。いやいや、ぜひとも、いやいや、たしなんでくださいませ。そうじゃな。では続いてのおふみ参ります。参ろ参ろ。お名前が、ウイチロー殿ですな。うん、服部半蔵忍者隊の皆様こんばんは。こんばんは。じゃ再びラジオで皆様の声が聞けて嬉しいです。うん、さて今日のメッセージテーマ、お主の好きな甘味はですが、うん、好きな甘味はたくさんあって答えに迷ってしまいます。うん、その中で一つ選ぶとするならモナカでしょうか。広島に住んでいた幼少の頃、おばのところに遊びに行くたびに、うん、ご当地名物のモナカをお土産にもらっていました。パリパリの皮の中にあんこだけがぎっしり詰まっているという非常にシンプルな甘味なのに、うん、なぜかものすごく記憶に残っています。うん、今は行くこともなく全く食べることがなくなってしまいましたが、機会があればもう一度食べてみたいものです、うん、とのことです。そうなんじゃ。これすごく単純な作りになっとるけども、まあ深味わい深いな、このあんとこの外側のな生地と。ほんに、いやうまいじゃろうな。これは奥が深いですな。モナカは、うん、試食したことござるか。ござりまする。名古屋城でも売っとる金シャチモナカの、うん、シャチモナカと呼ばれるものがございまして、まあそれものよう召し上げありまして、うん、あれもまたほっぺた落ちるぐらいうまいんですぞ。いやうまいわなあれな。ほんに、いつ何時食べても美味しいというのが不思議じゃよなこれな。もうほんにまたうまいのが、抹茶あんのモナカとかも美味しくて、そうじゃな。これも私めのお里の方のもので、赤馬っちゅうものがモナカでございまして、うんうんうん、それがあんこのものとあと抹茶あんと呼ばれる2種類ございまする。それの抹茶あんの方が本人美味しゅうございまするな。なるほどな。これ、うん、現世では氷菓子でもござるから。ああござりまするな。なあうまいわなこれな。宇治金時というものですの。いやそうなんじゃよな。氷菓子もうまい。あ、甘じきうまい季節ですの。堪能しよってみなのしゅう。羨ましいわな。もう2ですの。いやいや、お便りありがとうございます。ありがとうさんじゃ。では続きましてのお便り参りまする。うんうん、お名前が、コーヒー大好きニンニン殿ですの。おう、服部半蔵忍者隊の皆さんお帰りなさい、お待ちしておりました。ただいま。帰ってきたわな。またまた今日から楽しい時間を共に過ごせて嬉しい。よろしくお願いいたします。こちらこそ。こちらこそですの。うん、さて本日のメッセージテーマはお主の好きな甘味はでしたね。うん、私の大好きなデザートは大福です。うん、夕日に包まれた生クリームとあんこに、うん、今の季節なら大粒のいちこがドーンと入っているいちご大福、持ちすべな外の皮から透ける白い生クリームといちご、粒あんなら最高です。半蔵様、忍者隊の皆様の好きな甘味もぜひ教えてくださいませね。うん、今日は今からワクワクしながら忍パ伝の
始まりをお待ちしております。頑張ってくださいニンニンとのことです。あー大福なこれな、あのこの果物とのこの甘きものだからこの酸味と甘みがこの見事に混ざり合うっていうのは誠に素晴らしい甘味だと思う。美味しいです。最近そのフルーツ大福っていうのも流行りですの。あーほうじゃよな、あ、うん、有名じゃよな。さよですな。いちごだのみならずみかんじゃったりとか、あとキウイとかいちじくとか、なあ、あの糸で切るものな、うん、あれね、あーございますな。スパーンとスパーンとの、いいの綺麗に切れてうまいわな。あれもな、食べたことございるけども、あ腹減ってきますなこのお題。いやそうなんじゃよ、もうちょっと今ちょうどのこの腹が減る夕刻の時間じゃから、これ聞きながら甘味食べとるものおりゃもしれんぞこの電波。あかもしれませんな。いいですな、腹なりそうですぞ。いやいやいや、うん、抑えまする、頑張りまする。そうじゃな。では、うん、続いてのおふみ参りまする、うん、お名前がつやつやのお米殿ですな、うん、美味ですな。美味しそうじゃ。ハトリ半蔵忍者隊の皆さんおかえりなさい。ただいまじゃ。また皆さんのお話が聞けるのとても嬉しいです、うん、私の好きな甘味はチョコチップです、うん、チョコチップが入っているなら何でも大好き。お昼休憩中に仕事終わりにチョコチップスコーンを食べるのがマイブームです、うん、小さなチョコのアクセントと優しさが疲れた体に染み渡りますとのことです。このもののメッセージはあの他行が多いな。このなんかチョコチップチョコなんかチョコチップスコーンなこの前チョコチップスコーン焼き菓子ですかの、no, no. スコーンっていうのはおそらくそうじゃない、焼き菓子で、ほいで、うん、あの種というよりかこれあののこの服の方じゃな、服そうですな、ほ補佐する方です。補佐より美味しさをこう加速させるものですな。あほうか、そういうのは珍しいな、確かにな、言われてみりゃそうやもしれん。あ、これは目の付けどころじゃ。美味しいですな、いろんなものにかけてもうまいですからな、うん、そうじゃな、うん、ありがたきありがたき、あありがとうございまする、うん、じゃ続いてのお組参ります、うん、お名前が、うん、プチの三回末縁緑、あごめん、うん、緑ごめん、うん、読み間違えました、うん緑の三回松殿ですな、うん、恥ずかしい、半蔵様みたいな間違いしてしまいました。誰がマジ誰確かにわしも漢字強いとは言えるのかな、確かにな。ご無礼いたしました、こんばんは。こんばんは、じゃあこんばんは、じゃあ、うん、復活執着至極にござりまする、うん、はてさて、好きなデザートとのことですが、うん、私はチョコレートパフェが好きです。うん、数年前に街で見かけたガトーショコラの乗った美味しそうなチョコレートパフェの看板、店に入って早速注文すると出てきたパフェに乗っていたのは源氏パイ、うん、あらガトーショコラはどこへ、源氏パイは源氏パイで美味しかったです、次は平家パイを乗せて出てくるかもしれませんねとのことです。これパフェいうのは冷たいものかの、おそらくあの氷菓子とかあと生クリームとかがグリグリグリと乗っかったやつですの。もうあれではないか、天国ではないか、オンラインの食べ物おにですな、口の中天国ですの。なあ、いやうまそうじゃな、だってまあそういうな、やはり先ほど言った氷菓子と相なったものもあるということで、うん、今ええこと教えてくれたわな、ありがとうございます。いやいやこのな、うん、現世のものはもう神をぎょうさん愛してな、うん、食べておるということで、うんうん、本人ですの、まあ、そうじゃよな、だってこの甘いものっていうのはやはり必要なのじゃない、うん、この、うん、だって、まあ、現世では、うん、よくの小野川の褒美ということで買うものは多いと思うわけじゃん。さようですな、甘味というのは心を落ち着かせるというな効果もあるでええと思う、ただしじゃ、ただし取りすぎには注意ということでな、まあ程よくさようさよ、なんじゃお主心当たりあるのか、いやなんでもどうぞ、あの続きをどうぞなあ、じゃあね、程よくじゃぞ、程よく甘味を摂取いたして脳も体も元気に過ごして参ろうではないか。はうん、それではここで一曲お聴きいただこう。わしにとって甘味を食したような気分になる曲、ブラックピンクで As If It's You Are Last。ビートラウンド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきたが、早い、そろそろ芝居の告じゃ。半蔵様、なんぞや、このおふみだけは読まねばならぬとふみが届きました。ああな、読んでまいれ。お名前がですな、あぐい大好き殿ですの、うん、今業務用スーパーの黒ニンニクを食べましたが甘いんです、たまらんですとのことです。それ
欲しいわし、ニンニク大好きわしにとってはそれはいい情報じゃ。あ、甘いニンニク食したことござらんぞ。いや不思議なもんですの。100粒は食べたいな。いや臭くなりそう。なあ、まあということでもう芝居の刻になってしまうということで、まあ、こたびは皆の好きな甘味を、まあ、聞いてまいったわけじゃ。この我ら拠点名古屋城でのさまざまな甘味がござるのじゃ。ほいで今春祭り真っ最中じゃでな、ぜひこの名古屋城にもお越しいただくと、まあ、このように毎週忍びに関する知識を交えながら楽しく皆と交流してまいるで、皆の者よろしゅうお願いいたす。うん、お願いいたします。この放送を聞いて忍者に興味が湧いたよっちゅうものはぜひ服部半蔵忍者隊で検索をお願いいたします。ホームページ中のにの出陣情報がござりまするゆえな、まあ、その他にもツイッター、インスタグラム、YouTube、TikTok、Facebook など各種電子網を通じてかっこええ忍者の姿、我らの活動の様子を発信しておりまするゆえぜひご覧くださりませ。うん、なおたくさんの方々から、うん、あのメッセージを頂戴いたしましたが、お時間の都合上すべて紹介できず申し訳ございません。ゆえにあのお名前だけご紹介させていただきとうございまする、うん、ですな、プリンに愛されプリンを愛す肥前安蔵殿、ありがとうございます。メイドの、ありがとうございます。カタツムリやゴンロク殿、ナオミ殿、コトミとハヤテ殿、刑事様大好きだけど三平さんも大好き殿、直接、いつも明るいミホニャン殿、陽気なひまわり殿、アズマ殿、伊達の民ダレツキ殿ですかの、いやいや本二行さんの陽気メッセージいただきまして誠にありがとうございました。さあではでは来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマはででん、忍びに依頼したい任務は、じゃあ今一度言う、忍びに依頼したい任務は、じゃあこちらメールはですのメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またはメディアス FM 殿の専用アプリからもお送りいただけまする。皆からのメッセージをどしどし行さんお待ちしておる。それではこの後は再び宮坂好み殿のビートアラウンド834でお楽しみにあれ。来週のこの時間にまたお会いだそうではないか。ここまでのお相手は服部半蔵忍者隊の服部半蔵と狂言語りの水蓮でござりました。それでは姉妹はこの曲にてドロンジャ、謎の元気が湧いてくる勢いの一曲、フィールソーバット殿でバリバリ最強ナンバーワンじゃ。皆の衆また聞いてくれの、よろしゅう頼みまする。